ボートレース平和島のマンスリーボートレース杯シリーズ2日目は後半カードに移ります。7レース予選競争が始まりました。作戦行動は6号艇の谷川が動きを見せまして、ホームスレッジ側、しかしここは1号艇の深尾が定番主張です。対戦メンバーは1号艇深尾智恵、2号艇後藤翔士、3号艇向田裕樹、4号艇荻野裕介、5号艇小川智之、6号艇谷川雄一、以上6選手の対戦です。インコースは1号艇の深尾智恵です。昨日の初戦は4コース角からまくり出しを決めて勝利、ここは高枠生かして連勝なるかどうか。しかし2コースには6号艇の谷川雄一がここは船を並べていきまして、3コースは中段に構えます。2号艇の後藤翔士、1番6番そして2番とスロー勢、後方下げて3艇、4コース角には3号艇の向田裕樹、前半カードは勝利が上がっています。5コースには4号艇の荻野裕介、そしてオーストロコースが5号艇小川智之、各選手のポジションが固まりました。スタイルとしては2対1対3といった形に分かれています。7レース予選競争、進入地から1番6番2番3番4番5番です。スタートしました。2コースから6号艇の谷川がコースタートを切っています。インコースからは1号艇深尾も伸び返していきますが、一周一マークはまずは1番の深尾が逃げ体勢、6番の谷川が差しに構えて、後方からは3番4番2番と相次いで旋回しますが、ここは1号艇の深尾、内側から6号艇谷川、この2艇のトップ争いです。バックの中央を過ぎて1号艇の深尾現在反転心ほど前ですが、内から届いて6号艇の谷川、一周2マークは6番の谷川が先前、1番の深尾は差し返して直線コースへ入っていきます。先に回った6号艇の谷川が一歩前ですが、内から上がっていきます。1号艇の深尾、さあここは捉えていきまして、トップ争いが続きます。レースは2周目に入りました。離れた3番手、現在2号艇の後藤が優勢で2周目1マークを迎えます。先頭争いは内側から1号艇の深尾がコーナー先取って、6号艇谷川が差していってバックステッチへ入っていきます。6番谷川の差し、1番の深尾を捉えることができるでしょうか。バックの中間地点、しかしここは1号艇の深尾智恵が現在は一定心半前でいます。レースは2周2マークです。1号艇深尾が抑えて2マークを先取っていきます。6号艇谷川一旦引いていきますが、ここは低間隔は開いて1号艇の深尾智恵がトップ争い競り勝ちました。レースはこれから最終周回です。6号艇の谷川雄一2番手、離れた3番手は2号艇の後藤翔士、上位体制は1番6番2番でラスト1周です。4番手は4号艇の荻野、5番手は3号艇の向田、最後方は5号艇の小川が追走して最終周回に移っています。先頭争いは激戦でしたが制しました。1号艇の深尾智恵、昨日に続いて連勝ゴールが見えてきました。2番手は6号艇の谷川雄一、トップ2番手の定冠を大きく離れて、体勢は1番6番2番、最終コーナー旋回から最後の直線コース、後半は11レースにも再登場します。1号艇の深尾が先頭、7レース予選競争はゴールです。先頭1番深尾ゴールイン、6番谷川ゴールイン、3着は2番の後藤ゴールイン、4番荻野、3番向田、最高峰は5番の小川ゴールインです。